こんにちは、おりんです。今日はですね、セリアさんで購入してきました七色彩色中細、こちらを使いましてベストのようなものを編んでいこうと思います。カラーナンバーは36番、アクリル 85%、 毛が 15%、 30g 入りの約 111m 入っています。かぎ針の目安が3号から5号ということですね。前回タートルネックのセーターを編んだんですけども、その時と同じく 5mm 8号で編んでいこうと思います。よいしょ。それでは編んでいくんですけども、こちらが設計図になっております。マフラーの短い版みたいなもの、同じものを2枚作ってパタンと折りたたんで真ん中を留めて両サイドを留めてっていう感じのものにしようと思っております。こういう感じで編んでいこうと思います。2段1セットの編み目で編んでいきます。目数はですね、私の編み加減で170目の作り目を作りまして、この両サイドの10目はリブですね。間の150目で模様編みをしていこうと思います。ではまずですね、長方形のものを2枚作るところをやっていきたいと思います。はい、それではですね、編んでいくんですけども、見本で編んでいきたいと思います。本番はですね、170目の作り目で作っていきます。後ろからくるんとして、はい、キュッとします。ここから 1,2と鎖を170目編んでいきます。で、私はちょっと見本として20目編ませていただきます。5,5,10で20目で編んでいきたいと思いますね。はい、それでは20目鎖編みを編みました。では1段目編みます。鎖1で立ち上がりまして、1段目は鎖の裏山ですね。ここが鎖の正面というか、でこの後ろ返すとこういう感じでなってるんで、この後ろのこの山ですね、ポコポコなってるここに編み入れていきます。ただ今1個目は立ち上がりしてますので、この2個目、ここから編んでいきます。では170目のうち最初の10目と最後の10目だけは糸をかけての引き抜き編みをしてリブを作っていきます。でその間の150目ですね、今回私は見本で10目なんですけども、150目は模様編み、2目ゴム編みのような模様編みを作っていこうと思います。では最初の10目だけ糸をかけての引き抜き編みをします。まずフックに糸をかけまして、裏山通して持ってきます。今3本かかっている状態なんですけども、この通したこの1本であとの2本も通します。糸をかけて裏山を通しまして、持ってきてそのまま2本を通す、かけて持ってきて通す、かけて裏山通して持ってきて通す、はい、これを10目だけ行います。はい、私は今回見本で5目だけ行いました。はい、で、あとのこの間ですね、150目で10目は今と同じ糸をかけての引き抜き編みをしますので、この150目の部分に模様編みを入れていきます。1段目奇数段は引き抜き編みをしていくんですけども、最初の1目目ここに細編みを一度入れます。細編みを入れましたら、細編みを入れたこの裏山ですね、ここに同じところに針を入れて糸を持ってきます。今2本かかっています。で、その次の目裏山に通して持ってきます。今3本かかっています。この持ってきたこの3本目、これで2本をくぐらせるっていうような感じで編んでいきます。今ここ通したところ、根元っていうんですかね、今の目のところに持ってきて、で次の目縫ってきて引き抜く、はい、これを150目行います。
はい、では10目編めました。 1,2,3,4,5 とここまで引き抜き編みで、ここが細編み、その後は引き抜き編みですね。はい、残りの、10目は糸をかけての引き抜き編みにします。はい、では2段目です。鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返しまして、2段目以降の最初の10目と最後の10目はずっと同じ編み方をします。糸をかけての引き抜き編みなんですけども、取る箇所がこの奥の半目になります。こんな感じで奥の半目かけて、ここが頭ですね。ここが頭なんで、この奥ですね、ここが目なのでこっちです。はい、糸をかけて持ってきて引き抜く、かけて持ってきて引き抜く、かけて持ってきて引き抜く。はい、 1,2,3,4,5 ですね。はい、2段目偶数段の編み方なんですけども、模様編みですね。ここの間の150目、こちらには中長編みを奥の半目に行います。ここです。中長編みかけて奥の半目に入れて、かけて引き抜く、かけて引き抜く、はい、もうこれだけで、リブになっていきます。150目中長編みを奥の半目に編み入れます。はい、で、あとの10目ですね、糸をかけての引き抜き編みを奥の半目に入れていきます。はい、で、最後の目、ここだけ奥の半目じゃなくて2本取ってます。はい、あ、ですね、奥の半目でもいいんですけど、まあ、どっちかに決めていただいて、はい、で、鎖1をして編み地をひっくり返しました。で、10目の糸をかけての引き抜き編みはずっと同じなので、こうね、ずっとね、引き抜き編みをしていきます。糸をかけての引き抜き編みを10回。はい、1,2,3,4,5、本当は10目です。はい、では次奇数段なんですけども、最初1目だけ細編みを入れて、あとは引き抜き編みっていうのは変わりなくですね、行っていくんですが、入れる箇所はこの頭です。目、半目じゃなくてこの2本、普通に ここですね。中長編みなので、ここに 1,1,1 と3本あるんで、この奥の2本ですね。奥っていうか、この手前じゃなくてこの奥、ここですね。ここに入れます。まず1目目に細編みを1回入れたら、あとはもう持ってきて持ってきて引き抜く。で、今入れたところと同じところに入れて持ってきて引き抜く。これを150目ですね。はい、ずっと編んでいく感じになります。で、最後は、糸をかけての引き抜き編みを10目ですね。こういう感じで編んでいきますと、これが裏なんですけども、
ちらが表ですね。ちょっとあんま綺麗じゃないですね。ここが2目のリブっていう感じになっていきます。でこれを続けていくとですね、はい、こんな感じでリブが編めます。ここが10目、この間が150目、これが10目になっています。で全部で43段編みました。最終がこの裏を編んでいる部分で終わりになります。この編み方をするとこうまっすぐ編めるんですけども、2枚同じものを編むんですけども、私ちょっと違う編み方で編んでいたので、最初にこういう風にこう斜めって編まれてしまってですね、でこれをどうしようかと思って直したのがこっちのバージョンなんですけど、こっちはまっすぐ編めるので、今から編む方はもうこっちだけで編めば大丈夫なんですけど、私はちょっと間違った感じで編んじゃったみたいなので、まあこれでちょっとつなぎ合わせてこれでいいかとは思ってるんですけども、これはどうやったらこうなったかっていうとですね、作り目作った後に、最初に中長編みを編んで、それから裏返して引き抜き編みをするバージョンの編み方になった時に、まずここから引き抜き編みをずっと行って最後に細編みを編んだ、1目だけ編むっていう編み方をするとすごく斜めってしまったんで、こんな感じでせっかく編んだのでこれでつなぎ合わせてベストにしようと思います。こっちの編み方、今ご説明をしました編み方だと斜めにはならないはずなので、これを2枚同じものをご用意ください。でこれをですね半分に折りたたんで、こっちも半分に折りたたんで、でここの真ん中をそれぞれ縫い合わせる、で脇の下も縫い合わせるっていう感じでベストにしていこうと思います。最終こっち側の編み方で終わってるんですけども、ちょっと長めに、ね、残して糸を切っています。最後編み終わって一度鎖編みをしています。一度鎖編みをしてこれを糸を切ってからスーッと抜くと完成になりますので、はい、同じものを、ね、2枚ご用意ください。はい、1枚につき4玉は使わないぐらいになります。こんな感じでふわっと仕上がりますんで、で今からつなげていこうと思います。こういう感じのものが2枚出来上がっています。同じものが2枚なんですけども、縦にしますね。こう編んでいます。ここ170目編んでいて43段編みました。長さがですね半分が 49.5 センチになっているので99センチくらいの長さに私はなりました。緩めですので目数はこの間を好きなように変えてください。でここは表でメリヤス編みみたいな感じのところがこうブイブイってこうなって、後ろは逆になります。この2枚をですねこう合わせてこう折ってですね、こう合わせてこう切る感じですね。こことこことここをつなげます。でお袖に少しリブを足して完成っていう感じにしてベストとしていきたいと思っています。まずですね後ろのここを閉じていこうと思います。この後ろ82目ずつ拾いまして、ここまでつなげていこうと思います。でそれを後ろ側からですね、後ろなんですけども後ろからこう巻きかがりをしていこうと思います。で同じように前側の首元の下ですね、この真ん中、ここは50目50目で拾って、後ろから50目50目同じように巻きかがりで拾っていこうと思います。あとで脇の下これ48目ずつ拾って巻きかがりをしていってっていう感じでつなげていこうと思います。それでは後ろですね、まず後ろをつなげていく感じでですね、今一番下のところから82目のところまでここなんですけども、20、20、20、22っていう感じでマーカーでつなげました。ここを普通に、巻きかがりしていきます。とじ針で何でもいいんでとじ針で閉じていくんですけども、まずは一番最初の目のところに入れまして、
同じところから、ね、こう出します。もう適当に割と適当にですねつなげていきます。はい、はい、では次2目目いきます。外側1本と外側1本、はい、ここをこんな感じでつなげます。お好みでお好きなようにですね拾っていってもらったらいいんですけど、外側なんでここと次々にこう次の目拾っていきます。はい、ここね、ここに目があるんです。でこっちもここにこう目がありまして、これのそれぞれ外側こことここ拾っております。はい、まあお好みでね、引き抜き編みでつなげてもいいですし、何でもいいんですけど私はちょっとこのようなやり方で撮ってます。こういう感じになります。ちょっとあれですね、こう溝がない分、奥じゃなくてもいいかもしれないんですけどまあお好きなようにかがってみてください。この10目はリブなのでこんな感じで 10目拾っていきます。よいしょ、10目拾ったかなと思うんですけど、5、6、7、8、9ですね。10、はい、はい、今リブがつながったんですけども、次は私の場合間違えたのでリブの横が中長編みで、こっちもこっちはリブで終わってるんですけど、多分リブで終わってると思います。ですので、ちょっと私の場合はですね、こんな感じで終わってるので、ここ2本取ろうと思います。こうですね。で、こう拾っていくんですけども、皆さんはリブなので、お好きなように取っていってください。すいません、なんか。はい、もしリブになってた場合は、そうですね、奥と手前、外側ですね、外側と拾うかなと思いますねすいません、私の編み方がちょっとおかしいもんで、まあでもね、つながればいいかなっていうスタンスでやっておりまして、すいません。綺麗につながればいいかっていう感じですね。こんな感じ、ここですね、少し溝が開いちゃう感じですね。はい、ちょっと参考にならないかもしれないんですけど、ここはもうつなげて、お好みでつなげてください。はい、こんな感じで82目つなげていって、こっちの表側の50目も同じようにつなげたいと思います。でそれが終わったら、その脇の下も同じように編みますので、つなげていきたいと思います。はい、それではずっとつなげてきて、ここが最後の目になります。一回もう通しているんですけど、もう一回通します。通して、この輪っか、最後輪っかになったところ、こちらに通します。はい、これで、糸始末をしてしまいって感じですね。糸始末、
これでカットして後ろは終了で、はい、後ろはこんな感じで止まりました。で、前も同じようにちょっと止めてきました。はい、表に返すとこういう感じですね。ここピーとここです。はい、後ろはここですね。こういう感じで止まってます。で、脇の下をね止めます。こっちはもう止めちゃいました。こっちですね。はい、裏返して、これも同じように裏返しまして、ここで編み終わりなので、編み終わりの糸を少し残してるので、これを使ってつなげていこうと思います。こういう感じでパタンと閉じて、今50目と82目と閉じまして、こちら側の脇の下48目閉じました。48目閉じていきます。裏返しています。一番下のここからビーッと48目あります。で、ここぐるっと72目残る感じになりますね。これすごく長いんですけど、こんなに必要ないと思います。3倍以上残しちゃってるんですけども、はい、同じですね。もうほぼほぼ同じです。はい、最初の目に通して、最初の目に、はい、通します。はい、ちょっとご参考までに2回同じところに通してちょっと強化しますね。はい、で、もう一回ここ出してきて、で、そうですね、この手前の1本と奥の1本を取ります。さっきどうしてたかちょっと覚えてない。まあまあまあ、手前1本と奥2本でもいいですけどね。はい、手前と奥とで拾っていきます。今リブの部分を拾っております。はい、こんな感じですね。はい、このマーカーが入っているところ、10目のところなので10目の部分まで来ました。で、ここから先はリブじゃなくて、模様編みになります。2目ゴム編みの部分になるんですけども、リブとリブの境目になってまして、もうどう何でもいいんですけどねこっち手前は2本で、奥も2本取っちゃおうかなと思うんですけど、この2本ですね。ここが一番なんか取りやすい部分になってて、そのちょっと返したこの2本を取っていこうかなって思います。はい、2本とこの2本、これとこれ、もうお好みでね、何でもいいんですけどねそんなにこう厳密にやってません、いつも。とじはぎはな感じでずっと編んでいきますはい、こんな感じでずっととじていきたいと思います。はい、できました。こういう感じです。ここですね。
をカットして、最後はこのお袖のリブを編んでいきます。それではですね、巻きの下と中心が全てつながりまして、でこの首元はもうこのままでいこうかと思います。あとはこのお袖のところにリブを編んでいくっていう感じになります。残りの毛糸8玉目がこれぐらいなので、これ1玉であといけたらいいなっていうふうに思ってます。では編み地は表に向いております。で脇の下なんですけども、さっきつなげた部分、最終がこのここですね、二重になってるこの目とこの目が最終なので、こことここがそれぞれの、ここがスタート、ここが終わりって感じで、ここが取る箇所のスタートとゴールなんですけども、まずゴールに、ゴールと言っていいのか分かんないですけど、ゴールに針をフックを通しまして糸をつけます。普通にキュッとキュッとしまして、はい、ここから鎖を 1,2,3,4,5 と入れます。この幅はお好みで、私は4目にしようと思います。で5目鎖編みをしたら糸をかけての引き抜き編みです。このリブと同じリブをお袖につけようと思います。はい、なので1,2,3,4 裏山、手前から4番目、奥から2番目ですねのところに入れて、持ってきて引き抜き、かけて入れて持ってきて引き抜き、リブの部分と同じ編み方をしていきます。よいしょ、はい、4目編むだけですね。これをぐるっと一周編んでいくんですけども、今1段編めました。そうすると次がですね、このスタート、ここですね、ここの目に引き抜き編みをします。ピッと引き抜き編み、はい、でもう1目横の目、ここですね、ここにも引き抜き編みをします。はい、で編み地をひっくり返して、今編んだ 1,2,3,4 目ですね、ここに奥の半目に同じように糸をかけての引き抜き編みを編んでいきます。 1,2,3 と編んで、最後の4目目、ここだけこの2本、頭2本通ります。奥の半目ではなく、この裾と同じですね、裾、ここと同じです。奥2本、一番最後が2本取ってます。で鎖1で編み地をひっくり返して、でこの4目は奥の半目を取ります。はい、1,2,3,4 と、はい、取りましたら、このここがさっき引き抜き編みしてる部分なので、その横の目に引き抜き、でまたその横の目にも引き抜きして、編み地をひっくり返して、また4目編む、奥の半目3回と頭1回ですね、頭に1回、はい、鎖1、編み地をひっくり返すっていう感じで、はい、ていうな具合にですね、一周ぐるっと編んでいきたいと思います。ちょっとこれ穴開きますけどキュッとしますね。はい、こういう感じでここまで編んでいきたいと思います。はい、それではこんな感じでお袖リブができました。こっちももう編めましたが、こういう感じで出来上がっております。最後つなげて糸始末します。裏返しました。ここが最後の目なので、ここにちょっと通しまして、キュッといたします。で、とじ針ですね、とじ針で閉じていきます。これとこれが最後の目になっているので、ここを 1,2,3,4 ですね、 1,2,3,4、この
2本とこの2本と閉じていこうと思います。あれ、はい、ちょっとだいぶ花粉症がひどくなってきましてはい、もう聞き苦しいかと思います、すみません。はい、では最後の目2本通して、もう一回通しておきます。でここの穴通して完了です。まずはうまく外しまして、はい、糸始末していきます。はい、では完成しました。ちょっと私歪んでいるのですこっちが編み地歪んでる方なんで、まああれなんですけど、こんな感じで出来上がりました。ちょっとクロップド丈といいますか、短めになっておりますので、その辺はお好みで調整をしてみてください。では丈の長さをですね測ります。もう49.5なんですけど、まあ、50センチ弱ぐらいですね。横幅は長めに作りましたんで、普通に編んだら多分そんなに歪まないと思います。はい、66センチぐらいになってます。首元は引き抜き編みをしていないので、伸び縮み、縮まないか、ちょっとピョッと伸びますので、そんなに頭が入らなくて困るとかいうのはないと思います。まあ、23センチぐらいでビヤーっと広がるんで頭は入りました。でお袖がですね22センチですね。はい、合計8玉使いまして、少し残ったぐらいですね。春先にいいかなと思います。よかったら編んでみてください。試着をして本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンのポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではおりんでした。さよなら。